はい、というわけで今日やってきました。今日ね、あの天王寺のあたりに来たんですけど、離れた場所になんかうどんの自販機があるっていうことで、今日ちょっとあの行ってみようかなと思います。もう住宅街の中にポツンとあるそうなんで、前から気になってたんで行ってみます。はい、というわけでね、あの JR の近鉄ですかね、ちょっとあんまり電車詳しくないんであれなんですけど、高橋駅に行きました、降りました。で、なんかかなりね、なんか岡山でもありそうな、まあごくごく一般的なあの住宅街が広がるような、そういう場所にやってきました。特になんか大きなスーパーとか大きい建物があるっていうわけじゃなくて、まあ、2階3階建てぐらいの家がまああるというような感じです。この辺りにね、あるらしいんですけど、かなり住宅街です。ありました、うどんの自販機。きつねうどんと、これはそばですね。すみません、ちょっとお伺いしたいんですけど、いいですか。あの隣のうどんの自販機っていうのはもう動いてないですよね。20年ぐらいになりますかね。よく見るともう使われてない、動いてないですね。中も何も入ってません。なんでこんなとこにあるんでしょう。
く見るとあのパネルもちょっと割れてますね。また復活することあるんでしょうか。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。